先日浜田さんの、動画でですね、自転車で酒飲んで帰った時の話があったと思うんですけど、浜田さんが全然謝罪みたいな動画を出してなかったんですけど、その件についてどう思うんでしょうか。ありがとうございます。ちょっと状況を整理しておくと、政治家女子の方と私が飲み会をしました。で、会の立ち上がりは、ビールと、ワインを飲んで、後半はですね、飲んでなかったわけですね。で、とりあえず酔いとしては そこまででもなかったといいますか、もう基本的には運転するのにも問題ない状況であったとは思います。これが車だと全く別の話ですけど、自転車であるということはまずね、調べておきたいと思います。で、私もあまり酔ってるという意識自体、なかったということもあってですね、そんなところだと思います。で、飲酒運転に関してはですね、車とまず自転車は全く別という、全くというとちょっと大目があるかな、結構大きく異なるというところです。アルコール飲んだ後数時間で車を運転するというのは私はもう、そこは絶対視するつもりはありませんが、ちょっと自転車ということで、なんつうのかな、気づかなかったというのが正直なところですね。で、あと、自転車の飲酒運転に関してはですね、酒気帯びとお酒酔い運転がに分かれてて、私の場合は、該当するとなると酒気帯びだと思いますけれど、今の段階で立証するっていうのは、基本的にはその時に出ないと無理だと思うわけですね。で、私としては適切ではなかったと思いますけれど、今から警察に行って届け出と自分で自首するとか、そういう話ではないと思いますし、基本的には刑事罰もないと聞いておりますので、一応ね、役員会ではその件に関しては報告したんですけれど、党として何か特別な対応する必要はないと、そういう話になりましたので、私としては、なんつうのかな、先方が求めていることに関しては、そこまで真摯に対応する必要はないのかなとは思っております。私がこの件に関していろいろと思うのはですね、アンチの方っていうのは、ある意味、養分であるとお伝えをしておりますので、まだアンチの方がこの件に関して、突っかかってきてくれるので、その点はちょっとありがたいなとは思っております。以上です。ガンガンやりますから、ウェルカムです。NHK をぶっ壊。